こんにちは、リフォームの達人プロデューサー山さんです。こんにちは、リフォームシガチャンネル柳ゆうきです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。柳さん、いわきでですね、まあクリーンアップ地元でいろんな私と一緒にこういった動画の中でご紹介いただいてるんですが、前回クリーンアップがついに2月に発売したステディアの新しいキッチン、デュアルトップご紹介させていただいたんですが、今はもう実際に柳さんの方のお客さん、デュアルトップご紹介しているんですか？そうですね、この2月から発売ですので、もうあのカタログとかそういったのも全部揃ってますんで、ショールームも新しいこうそういったデザインになってますんで、もうどん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 ご提案していますね。はい、今日お届けするのは前回、まあデュアルトップ、こちら概要欄にリンク貼っておきますので、まだの方そちらもぜひチェックしてください。ただ今回のクリーンアップの2月発売っていうのは、実はそのデュアルトップ以外もある。今日お届けするのは、なんといってもクリーンアップといえばこれでしょう。シンク、そう、流れるシンクなんですよね。これもとっても評判いいと思うんですが、お客様からのお声ってどんな感じでしょうか？はい、そうですね、やっぱりこうパーッとさーっと流すだけでさーっとその排水溝の方に流れてきますんでね、流し残しがないっていうんですかね、そういった面ではすごく好評ですね。実際に今お客様それぞれのシンクの流れ具合どうなのって言われるんですが、まあ実際にはですね、流れ具合をメーカー比較っていう形ではなかなかできないと思うんですが、一つ言えることは、クリーンアップの流れる一番の違いというのは底面じゃなくて外のレールですよね。ですから他のメーカーだとシンクのまあ表面ですから、実際ですね、このスプーンとかそういったもの傾斜がちょっと安定性悪いっていう声も出ていたりですね、もしくは流れるところの、底面が流れるわけじゃないので、レールで外に回るっていうのは、これやっぱりある意味一番最初にこの流れるを考えたクリーンアップならではだと思います。ただ一つだけこういう声があったんです。ちょっともう少し柳さん、あれが欲しいって言われてませんでした？そうです、はい。で、今まではですね、他の例えばタカラであったらカジラクシンク、ある程度大きいサイズだったんですよ。ただ今その大きいシンクよりもタカラに対してちょっと、小さめだなっていう印象ありました。ちなみにこれ大体で結構なんですけど、流れるシンクって流れるシンクはそれぞれサイズ2種類あったと思うんですけど、どれぐらいのサイズでした？はい、大体、まあ、大体ですけど60センチ、もしくは大きくしてワイドにして75センチ、大体この辺の大きさでしたかね。はい、そうするとちょっと小さいなっていった声、それが今回このように変わります。山さん、教えて。本日のお題、シンクがすごいニュークリナップ、2022年2月1日新対面プラン、こちらデュアルトップ前回お届けしましたが、今日お届けするのはこの流れるシンク、これ通常の750タイプ、今日お届けしたいのはこの流れるシンクも大好評でですね、このショールーム行った時にまずはシンクといえば流れるシンク、これが欲しいなということで、ラクエラからステディアに上がる理由も実はラクエラにはないこの流れるシンク、これなんでしょうということで、調理中洗っているとこういったまな板、後片付け中洗っているとこういう風に流れていく、つまりシンクの底面ではなくて外を通りながら回っていくということで、綺麗にこういった流れるがクリーンアップの特徴です。そして今日お届けするのは、流れるシンクがワイドということで、このワイドタイプが出たんですよね。この特徴としては、深い鍋を置いてもゆったり置けますよね。いろいろ鍋が手狭になる、やっぱりカレー鍋、大きなフライパン、こういったものを置いた時にそこの残りの部分なくと、なんかこうごちゃごちゃしてこっちであっちでシンクの中が窮屈にってなりますが、ワイドなシンクの特徴ってここ、ゆったり置ける、ここが一番大きいですから、洗い物を一時置き場にしといて、こっちの部分で手で洗う、今までのサイズよりプラス15センチ大きくなった、ここが大きいかな。皆さん、こういう声ってちょっと今までありました？もう少し大きいのがいいなっていうの。ありましたね。やっぱりその75センチそれなりに大きいんですけど、でも昔のシンクって意外ともっともっと大きかったりするんですよね。で、その昔のシンクに合わせてやっぱこれぐらい欲しいなんていう声は結構あったんで、そういった意味ではその昔のシンクと同じぐらいの大きさまで持っていけたっていうのは、これはお客様からですね、嬉しいお声いただいたりしますね。ジャンボシンクと呼ばれた時代あったんですね。で、いわゆる楕円形のジャンボシンクよりも今のものは奥行きも広がってますんでね、そういった面でこの流れるシンクがワイドになった。この
いわゆる奥行きが広がってますから、大きなお鍋、もともとのこのラック、奥にあるんですが、このクリーンラック、スポンジを置いてるやつ、これも位置変えれるんですよ。ですから使い勝手に交わしてこういう形でできます。それが大きなポイントかなというふうに思いますね。作業スペースも実は損なわないんです。え？だってシンク大きくなったらコンロとシンクの作業スペース狭くなるんじゃないの？いえいえ、今までのクリナップの2550、こういった割り付けでした。それが流れるシンクが伸びたのは、このいわゆるシンクのへり、ここに伸びていったということになりますので、そういった面で言うと、ある意味作業スペース、確かに変わっていないんですよね。山さん、でも今気づいたんですけれど、もともとクリナップの場合は、そうするとシンクの横に水切りかごみたいな、ここちょっと置けたんですかね、標準の割りでいくと。そうですね、もうそこに洗ったもの仮置きみたいな形で使ってる方もいらっしゃいましたんで、もともとありましたよね、はい、だからそこがいらないってお客様も、ね、当然いたんで、そういった声に応えた形にはなってるのかなと思いますね。そうですね、ましてはクリナップの場合は今ですね、オートムーブ、それからハンドムーブ、釣り戸のところ降りてくる、まあ、これ対面の場合ではない、であれば釣り戸ある場合でしか無理ですけれども、実際にこういった釣り戸があるんであれば、水切りかごなんかは上のところで賄えることもできますので、こういった大きな流れるシンクのワイドタイプが出たことによって、そちらとのセットもさらに広がっていくんではないでしょうか。そしてそのつけるシンクというのは人工大理石もあれば、やっぱりステンレスクリナップで、このステンレスがいいな、ハードだな、使いたいなと思う、やっぱりステンレス神話というか、ステンレスに対する不安の方多いですよ。で、ただ私なんかよくお話するのは、でもやっぱりね、傷がとかいう、汚れがっていうことなんです。というのは、やっぱりこう、ステンレスってハードに使われますよ。ラフにハードに使えるんですが、鉛筆コード、いわゆる鉛筆のもうシャーペンで2から 3H って言われてまして、で、2H から 3H のシャーペンでアイウェアと書けば、鉛筆で書けばですね、ちょっと傷がつく。これがステンレスなんです。ただ、エンボスもつけないと傷がやっぱ目立ちやすい。じゃあそこの隙間にも汚れがみたいなこと。やっぱりこの辺がハードに使える反面、ステンレスの、まあ、弱点というか指摘が多かった点なんですが、やっぱりクリナップといえばステンレスですよね。天板にステンレス、キャビネットもステンレスですけど、天板にステンレス使うのにどうすればいいのか。そうです。傷と、そして汚れに強い微コートワークトップ。これもともとシンクで始まってた微コート。これが上のセントロにはついに天板にまで広がって、そのセントロに使われてた微コートワークトップがついにステディアに降りてきた。これが新しいステディアの2月の発売ということになるんです。なんなの微コートワークトップって、今までと一緒じゃないの？全然違うんです。簡単に言うと、ステンレス、ここにですね、セラミック、この特殊コーティング、特殊なセラミック特殊コーティングをする。これがですね、もともとはシンクだったらできた。まあ、小さいものだったらいいんですけど、大きな天板にまで工場と協力して、この特殊コーティングできるようにしちゃったんです。これが微コートのワークトップ。さらには、お手入れがしやすい、そういった技術っていうのは、この特殊コーティング自体が、もともとフッ素、この浸水性があるっていうことなんですね。さらに、この傷にも強い形にしないといけないということで、こちらエンボスの加工、これもですね、微コートのシンクにはなかった天板独自のこの水色の部分、わかります？ここには調理中よく使うスペースに特殊のエンボス、これを付加してるんです。ですから多分今行くと傷つかないと思います。まあ、傷ついてるのかもしれないけど、このエンボスがうまくかわしてくれるんです。従来のワークトップとイメージ、この特殊エンボス、ここの当たるところ、そしてこのセラミックコーティング、これセラミックって柔らかいんですよね。ですからこれがそもそもクッション材にもなる。そしてさらにはこのセラミック自体が浸水性で汚れを浮き上がらせる。ですから水拭きなんかした時に、これもともとですね、技術的なところで言うと世の中的には結構広がってまして、で、同じようなステンレスの技術でも、やっぱりこういったセラミックの特殊コーティングすることによって、ステンレスのフラットなやつ、油性のマジックで書いたら取れてしまう。そんなこともやって。やっぱり今、各キッチンメーカーもこのセラミックをいかにこういったものに使うのか。で、それがシンクにはやってるんですよ。トートもですから、今実はシンクはこのセラミック特殊コーティングやってるんですが、大判のステンレスにやってるのはクリーンアップだけ。ですから、もしあなたがステンレス大好きなんだったら、あなたがもしステンレスがこだわりがあるなら、やっぱり今までだったら、セントロと思ってたんですが、そんなことないんです。ついに、デュアルトップもできて、そしてワイドな、この流れるもできた、そんな、シンクが、ビコートのシンク、ビコートのワークトップです。柳さん、何かありますか？
もう今おっしゃったことが全て、だと思います。本当にステディアでですね、今まで本当にセントロでしかなかったのがこうステディアまで降りてきたというのは非常にこう、ね、お客様もどん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 お求めやすくなってきたかなと思いますので、まあそういった意味では本当にまあステンレスといえばもうクリーンアップですので、その辺はですねもう本当に安心して使っていただいていいのかなと思いますね。私今までですねこの、まあ、言っちゃなんですけどキャビネットはステンレスいいんですけど、天板は人工大理石でいいじゃないですかって、ステンレスの、いや、ステンレスがいいのっていう方によく熱いものを置けるかで、いや、ステンレスも結構熱いものあったら裏打ち材、ステンレスってコンマ8とかですからね、裏打ち材は金とかの接着、熱いのずっと置いてたらダメですよって話をよくするんですけれども、そういった面で言うと、傷もあるしな、エンボスもあるから汚れがな、いえいえ、ビコートなんだったら、あなたがステンレスいいんだったら、絶対ステンレス、ステディア、絶対ありだと思いますね。それが今日お届けしたかった、新ステディア。本日のまとめいきたいと思います。やっぱり流れるシンク。これはシンクがやっぱり溝のところに流れていく。この水の通り道になっている、こういったところっていうのは、他の流れ方と違うのは明らかでしょう。ですから、底面、どこに流れていくものに比べて、ここの部分に流れていくっていうのは、ステディアだけ。ということですよね。そして、さらにワイドになった。そして、さらにはシンクの傷のつきやすさ、プラス天板もステンレスがビコートになったということ。ここがやっぱり大きな今日のポイントではないでしょうか。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひこちら、QR コード読んでいただくか URL クリックで、私の LINE 公式、実はこのテーマもしてほしいっていうのは、視聴者さんからの声だったんです。はい、柳さん、私が熱く、喋っちゃいましたが、やっぱもう、いわきといえばクリーンアップなんで、ますますやっぱりこの人気って上がってくるんじゃないですか。はい、そうですね。やっぱり地元ですし、あとやっぱショールームもね、いわきのショールームって東北で、クリーンアップのショールームって東北で一番大きいですし、展示物も一番多いんで、ぜひですね、ショールームに行って、今誰でも本当に入りやすい環境になってますから、ぜひですね、見に行っていただけたらなと思います。はい、柳さんとも3月リアルでお伺いする予定あるので、その時に私もショールームにちょっとお伺いしてから会社の方にお伺いしようかなと思います。楽しみにしております。はい、本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今日お届けしたのは2022年どこのキッチンメーカーでも早く新商品発売しましたクリーンアップ新ステディア流れるシンクワイドになりました。次の動画でもまた柳さんと深掘りで新ステディア他にも実はあるんですよね柳さん。はい、次の動画でお会いしましょう。